トウモロコシのサイレージサイレージとは、家畜用飼料の一種で、飼料作物をサイロなどで発酵させたもの。一般には、青がにした牧草を発酵させたものを言う。それ以外の場合には、サイレージの前に穀物名を付けて呼ぶこともある。サイロなどに詰められた牧草は、嫌気性菌による発酵により、乳酸や、酢酸などの有機酸の成分比率を増やし、pH が低くなることにより、 牧草の腐敗の原因となるカビや、好気性菌類の活動を抑え長期保存が可能になる。こうした発酵過程を成功させるために、水分量の調整や乳酸菌などの添加物を投入するなど、農家ごとに様々なノウハウが培われている。手際よく発酵したサイレージは豊富なカルボン酸などの有機酸が含まれることとなり、 牛などの家畜の良好な肥育に大きく貢献する。発酵により発生した有機酸において乳酸の占める割合が高いものが良質なサイレージとされる。また、pH4.5 以下が望ましいとされる。一般に水分含量は75%前後に調整されるが40%程度に調整したものを特に平ージと呼ぶ。平霊ジは気密性が悪いと 好奇的発酵が行われ、品質の低下を招くので注意が必要である。青がりした牧草をバンカーサイロなどに移すか、以下のようにラップサイレージを作るトウモロコシは、牧草の中では栄養価が高く、収穫量が多い。メスボの一部あるいは全体を収穫し、サイレージとして密封貯蔵したものを広く、イヤコオンサイレージと呼ぶ。輸入穀物を主原料とした配合飼料や、 アッペンもろこしの代替となる新しい国産農耕資料として期待されている。メスボは手術が約8割で残り2割は繊維含量の高い芯や保革で構成されている。食用とうもろこしの場合、手術が過食部。ありがとうございます。